何の話？おはようございます、畠山です。ということで本日はインターハイ優勝校との練習試合、本日は先日行われたね、インターハイの方で優勝した、前橋育英高校と、練習試合があります。まあその後に大阪府の、清風高校とも、試合をします。ということでね、大学生としても負けれないんで、今日も勝てるように最高の準備していきたいと思います。それでは今日一日スタート。いろいろやべえ。さあ今日も頑張りましょうね。今日もですね、素晴らしい朝日を、迎え入れて一日の最高のスタートダッシュにしていきましょう。それではいきます。3、2、1。朝はいつもこうである。やばい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 。はい、どうもよろしくお願いします。今日も発表していきたいと思います。サッカー選手、次のブレイキングダウンに参加しそうなサッカー選手ランキング第1位は、頑張るぞ。髪型すごいなこれ。一応今日の練習試合ですね、まあ、夏のオフ、5日間あるんですけど、まあ、そのオフの前の、最後の試合ということでね、最後気合い入れてね、しっかりと勝って、オフ迎えたいんでね、はい、まずはこいつからね。おわー厳しい。あー厳しいね。はい、それでは着替えます。つい着替え最高です。畠山整えていきたいと思います。本日は試合なんで G のやつで。今日の俺も完璧だ。はい、ということで試合前も、力蒸し作っていこうと思います。本日はこちらうどんな、ね、ね、ね、例の多いか、ちょっと例の多めだったね。いけー。それではこちら肉も焼いていきます。やばいやばい、ちょっと余裕こきすぎた、時間ね。いただきます。うん、うまいんかい。うん、うどん。じゃあ照り焼き、しょっぱいな。骨付き肉ってなんかうまいよね。どういう原理なのかは知らないけど。よし、ちょっと待って、畠山の抜け殻がちょっと。はい、ということで今日の目標いきたいと思います。1つ目、上半期練習してきたことを存分に出す。まあ試合の中でも結構出るようになってきましたけど、まあキックの質だったり、まあ1対1の対応だったりっていうところを試合でしっかりと出せるようにやっていきたいと思います。まああとは、無失点で終われるように頑張ります。はい、それでは戦いに行ってまいります。はい、それでは試合会場向かっていきます。すごいね、高校生。結構強い。大阪って本当に勝ち抜くのむずいよ。党員いるし、犠牲者、ハンナ。東海大行政では。分かる。静岡に次ぐ強豪多いよ。でも一番プロ出てるの多分高校。広告の練習会、中学の時に見てるんですか。監督にアヤックスの名刺とか見せられるんですよ。こんなテーマになるように。すげえ。で、行きたいチームなんか選んでみたいな、こうやって隠して混ぜて。さすがにそこまでじゃないですよ。おはようございます。キーパー畠、左から仕事、全員で声出してやっていきましょう。シゴー。
よっしゃ、行くぞ。あかん、やばい、やばい、あ、掃除、掃除。はい、ということで、試合から帰ってまいりました。いやー、暑かった、暑かったです。ひとまずね、2試合とも勝利で、上半期の試合ですね、終了することができました。まあなんですけど、個人的にはちょっと1失点してしまったっていうところで、まあもう少しね、まあ味方にいい声掛けができてれば、まあ防げた失点でもあったんで、まあそこはね、まあ次のね、またオフ明けから始まる試合に向けてね、まあ改善していかないとなっていうふうに思います。やっぱりキーパーの声一つで、まあ外に出せだったり、まあシンプルにプレーしろっていう言葉かけだったりで、慌てさせるのを防げたりっていうのがあるんで、まあ結構大事だと思うんですよね、周りの声っていうのは。まあそれは多分フィールドでも一緒で、多分フリーな選手、まあ状況見えてない選手に、フリーフリーって伝えるのもめちゃくちゃ大事だと思うし、まあ自分がプレーしてない時もね、こう味方に対してどう働きかけれるかっていうのはね、すごく大事なところだと思うんで、まあ今回の試合はね、まあそういったところをよりやっていかないとなというふうに思いました。はい。ということでね、上半期の試合はこれで終了です。はい、ということで、今日も試合終わったということで、今年2回目のバーベキューに行きたいと思います。いや早くもですけれども、行きたいと思います。オフに入る前に1回やっておこうということでね、はい。まあ、石川でね、最近大雨あったんで、ちょっと川ではなくて海に行きたいと思います。行ってきます。これはえぐい。乾杯。はい、ええねえねえ、ナイス仕切り。やっぱ染みるわ。いいね。突破。はい、ということで今日一日が終了しました。皆さん今日もお疲れ様です。今日もね、充実したいい一日になったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ次の動画からですね、まあオフの、動画になると思うんですけども、まあいろんなコラボだったりっていうのをね、まあ考えてますんで、ぜひ、楽しみに待っていただけたらぜひね、楽しみに待っていただけたらなっていうふうに思います。概要欄の方に Twitter、Instagram、TikTok 貼っておりますので、そちらからフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。Thank you.